レイリーヒ一世は、ブラウンシュバイクリューネブルク公の一人で、カレンベルクゲッティン元校。ブラウンシュバイクボルフェンビュッテル公ビルヘルム二世とエリーザベト2シュトルベルクの次男で、ボルフェンビュッテル公ハインリヒ一世の弟。千四百九十一年に、父が退位、領土を兄のハインリヒ一世と共同統治していたが、千四百九十四年に、領土を分割。 エイリヒ一世はカレンベルク及びゲッティンゲンの領主になった。その後は神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世に軍人として使え、オスマン帝国と戦い、イタリアでフランスとの戦争にも参戦、ランツフーと継承戦争にも従軍して1504年にレーゲンスブルクでマクシミリアン一世の危機を救い、クーフシュタインでは皇帝を説得して、捕虜の処刑を中止させた。 1519年に、兄の後を継いだ老いのハインリヒ2世と、ヒルデスハイム主教が領土をめぐって衝突。エーリヒ1世は、ハインリヒ2世に加勢したが、同族のリューネブルク公、ハインリヒ1世が、ヒルデスハイム主教の援軍として出陣。敗れた、エーリヒ1世は、捕虜となるが、神聖ローマ皇帝カール5世によって、エーリヒ1世は釈放され、 ハインリヒ一世はフランスに亡命した。ヒルデスハイム司教徒は1523年には僕、多くの領土を獲得した。1527年、ダッセルに城の建造に取り掛かった。1528年に2番目の妻エリーザベトが息子エイリヒを生んだので、その子にちなんでエイリヒスブルク城と名付けられ、1530年に完成した。また、 ハノーファーに射撃祭を行うことを許可した。この行事は現在も続いている。宗教改革が始まった時期はプロテスタントに同情的で、エーリヒ一世はカトリックのままだったが、エリーザベトはプロテスタントに改宗した。1540年、アグノーで死去。一人息子のエーリヒが後を継いだ。クーフシュタイン城の捕虜の処刑を取りやめるよう、 マクシミリアン一世に説得するエイリヒ一世。マクシミリアン一世は、レーゲンスブルクで、エイリヒ一世に助けられていたので、処刑は中止になったエイリヒスブルク城、メイリアン作1497年、ザクセンコアルブレヒト三世の娘カタリーナと結婚したが、1524年に死別。子供はいない。1525年、ブランデンブルク選定校。 ヨアヒム一世の娘エリーザベトと再婚三人の子を設けた。エリーザベトヘンネベルクハクゲオルクエルンストと結婚。エーリヒ二世、アンナマリアプロイセンコーアルブレヒトと結婚。カタリーナ、ビルヘルムフォン・ローゼンベルクと結婚。ありがとうございます。